京丹後市の皆さん、福山哲郎です。丹後町の袖市の棚田に来ています。日本の棚田百選に選定をされたところです。私は京丹後市、若い頃からご縁がありまして、網野町の浜爪海岸に大学生の頃子どもたちを連れて臨海学校で来ました。丹後の海にこう入りながら子どもたちと美味しいお魚をいただいたこと、いい思い出として残っています。また名ほとか号の油の流出事故の時には、現在立憲民主党の代表をやられている泉健太さんがまだ大学生、私もまだ参議院議員ではなかったんですが、バスをチャーターして大学生を50人ぐらい集めて油を取りに来ました。もうすごい寒かったのを覚えていますが、その作業が終わってから京丹後の皆さんが、お鍋をご苦労さんと言ってご馳走していただいて、むちゃくちゃ美味しかった、そんな思い出もあります。京丹後市、今お米の評価が高いですが、米の値段が下がってて困ってると聞いています。いろんな住民の皆さんの交通手段、移動手段の問題も抱えていると聞いています。台座のカニは今年の冬むちゃくちゃ値段が上がったとも聞いています。感染症でこの2年間観光厳しかったと思いますが、京丹後市のこれからの前向きな発展に向けて、私も一緒に取り組んでいきたいと思います。よろしくお願いします。